NHK ニュースです。新潟県糸魚川市は19日、22日に石川県で開催される全国大会第106回高等学校相撲金沢大会へ出場する新潟県立海洋高等学校相撲部の激励会を開催しました。海洋高校相撲部は団体戦に出場します。出場する選手は石本龍二選手、狩野啓太選手、宮野雄介選手、笠原龍選手、内山龍之介選手の5人となります。なお笠原選手はこの日は欠席でした。本日は私たちのために激励会を開いていただきありがとうございます。私たち3年生は最初で最後のカナダ大会となります。コロナ禍の中で主将の石本選手が代表して、私たち3年生は最初で最後の金沢大会になる。コロナ禍の中で大会が開催されることに感謝しながら、一番一番チーム一丸となって全力で戦い抜く、応援よろしくお願いしますと抱負を述べました。また糸魚川市教育委員会の鶴本修一教育長が挨拶し、一番一番一生懸命に取り組んでほしい、皆さんの活躍を糸魚川にいて新聞報道を楽しみに応援している、ぜひ頑張ってほしいと激励しました。続いて糸魚川市スポーツ協会の清水博史会長は、この伝統ある大会に出場することは大変な名誉なこと、体調を万全にし持てる力を十分に発揮してほしいと挨拶しました。石本選手は、団体戦では予選を突破し決勝トーナメントに残りたい、ベスト16が目標と話しました。市外県外から生徒が集まる海洋高校相撲部は全国大会常連の名門校で、出身者には現在大相撲の幕下に位置する大木などプロ力士も多く、また今年から海洋高校相撲部初の女子部員の入江夏希選手も入部しました。 2K ニュースでした。はい。